はい、こんにちは、たくまんです。僕のヒーローアカデミアクエスト、ウィーク1、こちらを完全攻略していきます。さあ、では最初のミッション、水中の訓練用ダミーを救出する6人ですね。はい、この6人はもうマップ中にチェックマークがありますので、この場所に全部向かってください。まず1箇所目は、ここ、ブルータルバスティオンのすぐ左の、でっかい氷の下のところですね。はい、水の中というか、氷のところに人が倒れてますので、それを救助してあげます。オッケー、これで1人目ですね。はい、そしたらそのまま2人目、こちらに向かいましょう。アンビルスクエアのすぐ隣の湖の真ん中にいるみたいです。基本的に水の中にあるみたいなので、ボートで移動したが早いのかもしれないです。オッケー、そしたら2人目。アンビルスクエアの湖の真ん中のとこですね。おいしょいー。そしたらそのままアンビルスクエアの湖から上の方にこう川を登ってザ・シタデルの右側の方まで行きましょう。はい、ザ・シタデルの大きなお城のすぐ真下、シタデルの右横の方ですね。オッケー、そこで3人目を助けます。オッケー、そしたら4人目はザ・シタデルから左下の方ですね。これもまたそのままボートを使ってこんな風に行きましょうか。はい、そしたらザ・シタデルの左下のこの場所です。はい、これで4人目。さあ次はちょっと遠いかな。このまま真下に降りていって、まあ、この辺で降りて歩いていきましょうかね。はい、フレンジーフィールドのすぐ左の湖の中にあるみたいです。さあ到着です。フレンジーフィールドのすぐ左側にある小さな池の真ん中ですね。はい、ここで5人目です。さあそしたら最後ちょっと遠いな。ここからウェイドずーっと右の方に行って、フォールティースプリッツのすぐ右下、ここの池ですね。ルートレイクじゃなくてリュートレイクの湖の中にいるみたいです。オッケー、到着でーす。はい、これで6人の全員救助成功となります。オッケー。はーい、では次のミッション、ショックウェーブハンマーを使用して対空する20回ですね。はい、ショックウェーブハンマー集めたいときはね、この辺が一番集めやすいんじゃないかと思います。ザ・シタデルのすぐ左側のとこですね。はい、左側のこのお城です。はい、まずね、このお城には屋上に一つと1階部分に一つね、この白い宝箱がありますので、でね、この宝箱からはかなり高確率で、このショックウェーブハンマーが出てきますので、簡単に集めれることができます。1階部分のね、ここにもあるんですよね。あ、今度は、ショックウェーブハンマー入ってなかった。まあ、1個よりね、2個の方が早くクリアできると思いますので。OKOK、2個目。さあ、そしてね、このお城のすぐ麓にある、こっちの小屋にも、ショックウェーブハンマーの宝箱はあります。はい、ここですね。あー、出なかったか。はい、ということでね、今伝えた場所、ザ・シタデルの横の、この砦、この砦のね、屋上と1階部分に1個ずつで2個でしょ。で、ここの橋の上、ここでもう1個と、こっちの小屋の中で、ここに1、2、3、4個、4箇所ね、宝箱の脇ポイントがありますので、そこを回ればね、基本的にはショックウェーブハンマー手に入ると思います。まあ、運が悪かったら手に入らないですけど。はい、そしたらショックウェーブハンマーを使って対空するですので、単純に、はい、2回、こんな風に、2回、何回も何回も、単純にショックウェーブハンマーを使用するだけです。あ、こっちじゃダメですね。こっちだとできないので、跳ねるの方ですね。はい、使って跳ねちゃってください。ポヨーン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 と。はい、これはもうショックウェーブハンマーさえ見つけてしまえば簡単ですね。 OK、 このクエストクリアでーす。はーい、では次のミッション。デクのスマッシュを手に入れる。1回ですね。まあ、このクエストはね、この辺、この3箇所にある自動販売機にね、デクのスマッシュ売ってあるんですけど、まあ、お金がかかるので、このまま対空して待ちます。バスから降りてね、速攻、グライダー開いて、ストームの第一収縮が始まったあたりに出てくるかな。ゲームが始まってね、2、3分経ったら、オールマイトのね、補給物資が降ってきて、その中にもデクのスマッシュ入ってますので、ここで待機して待ちましょう。あ、来た来た来ましたね。はい、そしたらここに行けばデクのスマッシュ手に入れることができますので、今見たらちょうど第一収縮が決まると同時に降ってきましたね。はい、そしたらこれでデクのスマッシュ手に入れることができます。これですね。一応前回の動画でこのデクのスマッシュの攻撃範囲とかダメージとか一撃でね、リスナーさん100人倒してみたの動画とかをね、撮ってますので、よかったらそっちの動画も見てみてください。はい、そしたら次のミッション、爆発物で相手にダメージを与える500ダメージですね。これデクのスマッシュも爆発物ダメージになるのかな。ちょっと試してみようか。さあ、これで爆発物ダメージ扱いになる。
ならないっすね。そしたらね、これ系のミッション、グレネードでね、ダメージ与えようとしても、なかなかね、当たらないと思いますので、はい、フォルティスプリッツにいる、ジュールズに話しかけて、スノーボールランチャーを買いましょう。これ爆発物ダメージになるだろう。ほら。これ。あ、カウントされてるされてる。よかったよかった。これでこのミッションクリアですね。はい、こんな風に爆発物のクエストはグレネードではなかなかクリアしづらいですので、フォルティスプリッツにいるジュールズからスノーボールランチャー買うのが一番早いんじゃないかなと思います。さあ、そしたら残りの2つのクエストはクリエイティブモードの方ですね。はい、ディスカバリーのエピック一押しのところにヒーロートレーニングジムっていうのがありますので、このマップで始めちゃってください。はい、そしたらゲームが始まったらヒーロートレーニングジムで敵の撃破をアシストする5人ということで、これはね、多分やってたら簡単に一瞬でクリアすると思います。はい、そしたら問題はこっちですね。ヒーロートレーニングジムで救助地点を確保してポイントを獲得する、25ポイント獲得しないといけませんということで、救助地点を確保っていうのをね、やっていきましょう。はい、16人集まったら始まるみたいです。OK。そしたら自分がね、タンクかアサルトかサポートか選びます。まあ自分は、どうしようかな。タンクでいこうかな。まあ何でもいいと思います。じゃあタンクでいきます。さあ、そしたらあとはね、自分が使う武器を決めるんですけど、あとは何でもいいです。チャグスクと、ポンプショットガンと、スティンガーサブマシンガンとアサルトでいきましょうか。そしたらね、これ、こんな風に普通に敵を倒すだけ。これ、敵倒したら、1回カウントされます。なので、キルはね、めちゃくちゃ簡単だと思います。普通のチームランブルみたいなもんですね。そしたら、あとはね、救助地点っていうのを確保しないといけないですので、救助地点どこじゃー。当たった。これこれ、当たった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 。これこれこれ。このゾーンを1分間守れば多分大丈夫なはず。多分そういうことだと思う。はい、あんな風にね、マップ上の救助地点、キャプチャーザゾーンって、ほら、なんか青い旗に、なんか矢印ついてるの分かるかな？そっちに向かいます。どこだ？あ、この上か、これ。ここだ。はい、ここをね、守ってれば多分勝てるはず。守ってれば5ポイント増えますので、OK、プラス5ポイント。これで10ポイントですね。みんなこれ無視して戦ってるから、俺がポイントだけ稼いでいこうかな。さあ、そしたら次のポイント、あ、出た出た、ほら、この青いマークね、キャプチャーザゾーン、この青いマークの方に向かってもらって、ここで、はい、耐えます、耐えます。戦うのはもう味方に任せよう。OK、また5ポイントゲットで、これで15ポイント。さあ、そしたら、あっちだ。あっちあっち。キャプチャーザゾーン、あっちですね。この上か。どこだ、どこだ、どこだ。あったあった。あったあった。敵は排除、排除じゃん。排除して自分のゾーンにしていきます。陣取りゲームですね、陣取りゲーム。 OK、 また5ポイントゲットで20ポイント獲得です。とっ、よし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 、誰も気づいてない。陣地は俺がいただく。いや、誰かいる。これみんなルール分かってねえんじゃないか、もしかして。いやー、助けて。オッケー、この5ポイントゲットです。これで5ポイントかけ5回で25ポイントゲットですね。はい、これでこのミッションクリアでーす。オッケー、そしたらね、このモードクリアしたらデクのスプレーとオールマイトのスプレーもゲットでーす。一応ね、もう一個無料報酬あるんですけど、それは来週のウィーク2のクエストをクリアしてやっともらえるみたいですので、また来週ね、ウィーク2のクエスト来たらすぐ動画出しますので、楽しみに待っててください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。あ、よかったらこれヒロアカのね、スキンを買う前にぜひクリエイターサポートアイテムショップの右下から TAKUMAN たくまんにクリエイターサポートをぜひよろしくお願いします。はい、最後までご視聴ありがとうございました。